い、皆さんこんにちは。久しぶりに KPJ 市場レビューのコーナーでございます。今回市場レビューするのは本田技研工業株式会社さんの話題の新型ホーク11でございます。いやー、これね、興味あったんですよ。カテゴリー的にはね、最近トレンドであるネオレトロっていうね、カテゴリーなんですけどね。まあ走りはMV アグスタのね、スーパーベローチェ800からね、この辺のカテゴリー火がついて、まあ、トライアンフのね、スピードトリプル RR、 そしてね、このホンダが出してきたネオレトロホーク11ということで、いやー、今回ね、ちょっとニダボの引き渡しの関係でね、修理の引き渡しの関係で、たまたま目に入って、試乗車あるじゃんってことでね、いつもはこう試乗するときはね、ある程度予習して挑むんですけど、今回もね、乗っていいですよってことなんで、急遽始まりましたのでね、下調べ全くなしで乗ってます。まあその方はね、リアルにね話せると思うんで、まあお借りしました。でね、まずこのね、フロントアッパーカウル、ロケットカウルがね、 FRP 製の一体形成かな、分割じゃないね、一体形成ですごく味ありますね。でこの内側がね、この FRP らしくね、まあ、このネオレトロをね意識したからわざとだと思うんですけどもね、この銀色のね処理、なんていうんですか、こういうのちょっとよくわかんないですけどね、ちょっと昔ながらのね感じで、非常にね、まあ俺の世代よりちょっと上の世代なのかな、まあ俺らの世代もそうですけどもね、まあその辺の頃のね、古き良きレトロな感じがすごく出てますね。まあ最近の若い子はいきなり新車でこれパッと乗った時にね、なんかこれ内側ちょっと安っぽくないと思う人もいるかもしれないですけどもね、だがそれがいいっていうね、まあそこは狙っているね、ホークイレブンなんでしょうけどもね。まああとたまんねえなと思ったのがね、この無骨な、このなんていうんですかね、メーター周りのこの辺のねフレームがね、結構ねいい味出してんですよ。でこのホークイレブンといえば、去年のモーターサイクルショーでね、ひときわ注目を浴びてましたよね。なんでね、俺もちょっとね乗りたいなと思ってたんですよ。まあ今回ね、こういうチャンスを得て乗ることができたんですけどもね、まあ急に始まった試乗なもんでね、詳しいスペック云々は左の方にテロップ出しときますけど、まあ 1100cc ぐらいになるのかな、約ね、の2気筒エンジンということで、まあホンダらしいね、この確かな駆動感を残しつつ、まあ雑味嫌味がないっていう感じでね、カスクフィールも実にまろやかなんですよ。いいっすね、このブルーっていう感じがすごいね、心地いい感じで、しっかりね、やっぱり2気筒らしく、トルクも下からグイグイ感じられるんですよ。わ、これ普通にこれぐらいのね速度域でね、50キロ60キロぐらいで流してるのが本当にね一番気持ちいいんじゃないですかね。そしてね、このシフトのフィーリングもまた上質ですねで足つきもね、まあ今俺が普段乗ってるスーパーベローチェと同じぐらい、まあ若干ね、足つき性は良くはないんですけどもね、まあ全然疲れを知らないぐらいの緩やかな前傾で、でこれなんとね、このホークイレブン、このロケットカールの塗装はね、職人が一台一台ね手作業で塗ってるそうなんですよ。本当かな？なんでね、すごくね、まあ、全体的な質感もねすごくいいですね。お値段も130何万円ぐらいかな、まあ乗り出しで150前後ぐらいになると思うんですけどもね、お値段の割にはすごくね上質な感じ、チャッチー感じが全然ないですね。どこを見てもね全てが上質な感じで、いやーこれね、やっぱり最初から乗り出した最初からね、多分降りる時のセリフもね全部一緒だと思うんですけどもね、やっぱりホンダ車だねっていうところですよ。良くも悪くもって感じなんですけど、まあ誰が乗ってもそれなりにね、やっぱ初心者が乗ってもクロートさんが乗ってもそれなりに楽しくエキサイティング安全にね、走れるバイクっていうことでね、やっぱホンダのものづくりに対するね
あの考え方っていうかな、情熱はやっぱすごいなってね、こういうの見ると思いますね。うん、まああと壊れる気がしないっていうね。なんでね、余計な心配しなくていいっていうかね。うん、まあ初心者の方もね、こうバイクに身を預けてもね、それなりにねバイクの方でこういろいろとねライダーの足りないところをフォローしてもらえるっていうね、そういうところがやっぱホンダ車なんですよね。うん、すごくいいところだと思います。それはね、変な癖がないしね、変な異音もないから、おや大丈夫かなみたいなね、俺普段そういうのいつも感じるんで。あの そういうのはね、あの今回ないんで。まああとこういうね街中のストップアンドゴーとか走っててもね、やっぱり思うんですけど、クラッチの引き代もすごく軽いしね、こう合流の時とかもね、こう加速もすごくねスムーズに過不足なく加速してくれるしね、まあこういうね止まる時もしっかりブレーキも効いてくれる、走る曲がる止まるがねかなりの高次元でバランスされてるっていうのもね、やっぱりホンダ車だなって思いますね。まああとこのホークイレブンに関しては、このライダーにとって運転中のコックピットって常に視界に入ってくるじゃないですか。なんでね、すごく重要なファクターの一つだと思うんですよね。その雰囲気を感じるっていうかね、まあ、所有感にもつながると思うんですけど、そこがねしっかりとね、このレトロなネオレトロな感じを醸し出しててね、うん、これは本当所有感すごくあるんじゃないでしょうかね。いやーいいっすね。まあ今回ねちょっと試乗コースがかなり短いコースだったんでね、まあ大して何も喋れなかったですけどもね、しかも今回事前予習何もなしで乗らせてもらったんで、まあ動画的にはちょっとね伝わりづらいと思うんですが、まあとにかくねやっぱりホンダ車、まあこれに尽きるでしょう。このエンジンサウンド、あーこれもいいっすね。ドゥルルルルルルってね、やっぱりね2気筒らしくこういうね上り坂でもしっかりとね高めのギアでも、うん、トルクで上ってくれるっていうね感じで、ほんとこれはねツーリングにはもってこいじゃないですかね。うん、まあ、ちょっとさすが固めではあるんですけどもね、まあこういうタイプのバイクなんでね、なんですけどもね、いやー本当にねこれはいいぞ。うん、はい、というわけで試乗レビュー久しぶりにやらせてもらいました。まあレビューっていうレビューにはならなかったですけどもね、はい、単純にホークイレブンちょっとね興味あったんで乗れてよかったなって思います。あー楽しかった。ただちょっとステップが出しづらい。 The Power of Dreams。 うん、なかなか雰囲気はあるよね。ぜひ欲しいな。